You ready? Attention, go! 第12回スモールドラゴンボート日本選手権大会レースナンバー18混合準決勝の2試合目がスタートいたしました。1号艇手前から関西流州シンバ、真ん中は関西流州バーバリアンズ、そして大奥は海日、この3艇です。あ、いいスタート切れたんじゃない。真ん中がグッと出たのか、関西流州バーバリアンズ。さあ、このピッチ走法からストローク走法に変わってまいります。体の動きは激しいのは海日だな。やっぱり海日の漕ぎは全部情熱があふれ出てるよ、ね。コスチュームの色もそうなんだけどもね、はい、いいですね。そして虎視眈々と来るのが、あの黒い四角と言われている関西流州です。関西流州はどちらも黒を基調としながら、はい、ユニフォームも、そして、なんかダークな感じなんだけど違うんだよね、重圧な感じがする。このこぎ方もそれがあるよね。グイグイと一こぎ進んでいくのが関西流州のこぎだ。さあ、シンバが来るか、バーバリアンズが来るか、海日が負けないが、どっちだどっちだどっちだ。さあ、残り 50m を切ってきた。あ、残り 50m、 こっからは気持ちの勝負だ。関西流州シンバが、シンバがグッとゴールを駆け抜ける。関西流州バーバリアンズも来た。そして